どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分がトヨタグループが提供している決済アプリトヨタウォレットについて紹介していきたいと思います。簡潔にまとめていきますので最後までお付き合いいただけますと幸いです。まずは時間がない人のために簡単にまとめます。 ID やクイックペイなど様々な決済方法から選択でき、利用金額の最大 1% が還元されます。また利用方法によってはポイントの20ドルや30ドルも可能で、還元率を 2% 以上にすることもできます。現時点でリアルカードは発行できませんが、節約家はインストールしておいて損はないアプリだと思います。では詳しく解説していきます。トヨタウォレットは様々な決済方法を利用できるキャッシュレス決済サービスです。決済だけでなく、レンタカーやシェアバイク、テイクアウトなどのサービスも利用できます。 ID、クイックペイ、銀行ペイが利用できるお店、さらにトヨタ系列の店舗で利用可能です。トヨタウォレットには4種類の決済方法があります。事前チャージ型はその名の通り残高にチャージをして、 ID 決済とマスターカードのコンタクトレス決済が利用できます。プリペイド型はクイックペイでの支払いです。利用するにはトヨタファイナンス発行のクレジットカードが必要で、チャージしての支払いとクレジットカードでの支払いの2つから選べます。即時引き落とし型は銀行ペイやバンクペイを利用した QR コード決済で、銀行から利用額が即時引き落としされます。オリジナルはトヨタ販売店で利用できる決済方法です。チャージは1回5万円の上限があり、連携していないカードなどはチャージ手数料がかかることがありますが、現在はキャンペーン中で当面無料になっています。チャージ方法ですが、 ID、マスターカード残高へのチャージはクレジットカード、銀行口座、TS キュービックペイ、ポイントプラスの4つに対応しています。クレジットカードからチャージできますが、クレジットポイントが付与されないカードもあります。また TS キュービックペイはトヨタウォレットの残高チャージやトヨタ販売店で利用できる年会費無料のバーチャルカードです。ポイントプラスは TS キュービックペイ、 TS キュービックカードのポイントプログラムで1ポイント 0.5 円で残高にチャージできます。またプリペイド型は TS キュービックペイ、TS キュービックカードからクイックペイ残高へのチャージができます。トヨタウォレットは ID、クイックペイ、マスターカードコンタクトレス、JCB コンタクトレス、マスターカード加盟店でのオンラインショッピングで利用すると 1% のキャッシュバックを受けることができます。翌日10日以降に順次トヨタウォレット残高に付与される仕組みです。2022年2月時点ではモバイルスイカ、アップルペイのスイカ、グーグルペイのスイカ、モバイルパスモもキャッシュバックの対象となっています。セキュリティについてはトヨタ傘下のトヨタファイナンスが運営しており、 3D セキュアやチャージ時のパスワード設定で不正利用対策がされています。ではメリットを紹介していきます。4つあるので1つずつ解説していきます。1つ目はキャッシュバックです。利用額の最大 1% が残高にキャッシュバックされます。国内ではキャッシュレス決済が多く出ていますが、最近は解約するサービスが増えており、1% 以上の還元率は稀です。現状の決済方法と合うならば、トヨタウォレットからの支払いにするだけで還元率を上げることができます。積極的に使っていきましょう。2つ目は30ドルです。クレジットカードの残高チャージで、クレカとトヨタウォレットの20ドル、さらにキャッシュを経由すれば30ドルも可能です。おすすめの組み合わせは、T カードプライムからキャッシュにチャージをし、キャッシュからトヨタウォレットへのチャージです。T カードプライムは日曜日の決済に限り、還元率が 1.5 倍になるため、キャッシュの 0.2%、トヨタウォレットの 1% を合わせると、合計還元率は 2.7% になります。重複取りは今後解約の可能性も十分あるので、使えるうちに利用していきましょう。3つ目は、使いすぎの防止です。プリペイドカードで事前に使う分をチャージしておけば、
使いすぎに注意できる上、利用明細も見やすく表示してくれるので、普段使いのお金の管理にも便利です。4つ目は、決済サービスが多様な点です。事前チャージ型、プリペイド型、即時引き落とし型、オリジナルと4つの決済を利用できます。自分に合った最適な決済方法を選択可能です。続いてデメリットです。こちらも4つあります。1つ目はクレジットチャージについてです。チャージにおいて一部ポイント付与対象外のカードがあります。例えば現状クレジットカードの還元率が最大 2% ある Visa、LINE Pay カードは連携はできますがポイント付与はされません。心配な人はチャージする前にカード会社に確かめるか、少額チャージをして確かめるようにしてください。2つ目はチャージの上限額です。1回あたり5万円までしかチャージができません。ほとんどの人に影響はないと思いますが、まとめてチャージしたい方には少し不便かもしれません。さらに1ヶ月あたりのチャージ上限額も30万円までなので、大きな買い物には向いていません。3つ目はリアルカードです。基本的にネットショッピングで困ることはないですが、リアルカードがないため実店舗でのカード払いができません。4つ目は解約についてです。有効期限の1年前から有効期限前月の26日までに利用かチャージが一度もない場合は、有効期限到来時に自動的に解約となります。特に残高を残した状態の場合はもったいないので、1年に1回は利用かチャージを行いましょう。では最後にまとめます。一番のメリットは最大 1% の還元を受けることができ、30ドリができるところです。先ほども言ったように T カードプライムとキャッシュの2つがあれば、最大還元率を 2.7% にまでアップさせることができます。普段クレジットカードで支払いしている方でも、トヨタウォレットを利用するだけで簡単に節約効果を高めることが可能です。節約意識の高い方は一度試してみてください。ただしいつ解約するか分かりませんので、最新情報は常にチェックしておくことをお勧めします。以上、今回はトヨタウォレットについて紹介しました。こんな感じで自分のチャンネルでは、日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。